スイッチの設定いじってたら、ちょっと面白いものをね、見っけました。この画面の色合いを変えるってやつ。これをね、まあ、色を反転にすると、まあ、本当に色が反転するんですよね。怖くない？ちょっとこれ。まあ、今日はこれで、マリオメーカーをね、やっていこうと思います。怖すぎ。キノピオ怖すぎ。おー、なんか、なんて言え、あ、待って、これゴールだ！ちょっと！色反転マリオめちゃくちゃ難しいわ。いや、さっきの試合さ、マジで分かんなかったんだけど、あれ。ゴール。めちゃくちゃ背景と飛行んでなかった。あれ、分かったやついます？ほんとに分かんなかったんだけど、あれ。色反転にしてからさ、うわ、ちょっと待って。なんかすごいやばいのない。バケモンがいるんだけど。で、雲黒。めちゃくちゃ黒いんだけど。あれか、白の反転だから、黒になってんのか。いやもう色反転にしてからさ、もうマジでめちゃくちゃ負け出るからね。本当に難しいんだよね。で、あれだわ。今のハテナブロックめっちゃあれっぽかったんだけど。なんか DS のさ、マリオってさ、なんかお城のハテナブロック全部あんな感じじゃなかったっけ？青色。これ普通に実装してほしいんだけど、マリオメーカーに。いけない！でも今んとこあれじゃない？多分俺が一番早いな。まあこれに関してはもう普通にただの、あの実力主義ですから、まあ僕が負ける要素一切ありませんね。どうも、みそきんです。転売しないでください。いや、さっきメルカリでみそきんって言ったら、まあ、当然出てきましたよね、転売してるやつ。うっちゃ、これ間違い作詞だ！ちょっと待って、これは難易度があまりにも高すぎる。いや、わかんねえよ、こんなの！もうこれついていくしかねえ。いや、マジでわかんないね、こんなの。あ、これでも最悪まして。いや、もうこれ色反転でちょっと間違い探しは難易度があまりにも高すぎやしませんか。いや、メルカリでさ、みそきん1個、3000円で売ってるバカとか言いながらね。あれやばすぎまして。まあ、あのコメント欄めっちゃ荒れてたけどさ。ルイジ、君はなかなかうまいがさね。落ちろ、落ちろ、これ落としてるからね。待って、これいけるくらい先。ごめんなさい。あ、ほんとに、ほんとにすいません。ほんとにすいません。ほんとに申し訳ないと思ってる。何やってんのあいつら。いや、これまだ続き。いやーもうこれないな。いやーこれワンチャンどうにかなんねえかな。ちょっとこれ、不審かいな。ちょっとこれルイジ間に合わねえかな。ああ、間に合った、間に合った、間に合った。間に合ったけど間に合ってねえ。ね、やばくない？俺6連勝してるんだけど、俺今日めちゃくちゃマリオ上手いんだけど、もう色判定慣れてきたわ。いや、今日はもう10連勝を狙っちゃおうかな。いや、マジで生きる気がするんだよな。これが色判定パワーですね。いや、俺マジでさ、なぜか知らんけど、マジで急にマリオ上手くなったんだよな。あ、ちょっとやめてマリオ、ちょっと行き過ぎ先。てか、俺がさ、6連勝するのってさ、めちゃくちゃ久しぶりじゃない？多分もう1年ぶりぐらいな気がするんだけど、マジで。あー、もうやだ。もうふざけんなよ、マジで、このコース。お！え？ちょっと待って！俺これさっきやったよ、このコース。さっきやったコース来たんだけど、しかも俺これはね、なんだったっけ？あ、これあれだ、これだって。これあれでしょ、あの、間違い探しのやつでしょ、俺が分かんなかったやつ。色反転の間違い探し、あーしゃ、もうね、もうミスったわ、もう。これ上上がってからスターだと、ちょっと、勘違いしちゃった。これ、あの、ここが正解なんですよ。で、この次なんだっけ、確か俺、これ負けたよね。あ、そうだ、この次、ツタ登って、で、次が、なんか動くツタみたいな、そんなんじゃなかったっけ、あれ、これ動画化したよね。このコースで確か。確か難しかったんだよね、あそこが。なんかすごい、なんかルイージが今。なんだあいつ。すごい嫌なやつなんだけど。で、俺ここで負けたんだよな、確か。そう、ここむずいんだよな。邪魔、邪魔、邪魔。危ね、危ね。邪魔、こいつ、まして。お前さ、まして。どうしてくんの、お前。お前のせいでさ、こうなったんだけど。てか、今思ったけど、ルイージ俺だったわ。色反転にしてるせい、全然わからん。落とせ、落とせ、落とせ、落とせ。で、で、この次。で、もう、もうすぐここら辺で、確か勝負が決まったはず。いや、もう負けない。ああ、そうだ、そうだ、そうだ。で、こっから、ちょ、待って、一回待って。そう、ちょっと待って。そう、ここで俺逆転。ああ、うん、でも最悪取れてないアイテム。いや、でもこれ大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。これ多分、オッケー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 、頼む、行ってくれ、行ってくれ、ああ、もう、行ってくれ。ね、パックめちゃくちゃキモいんだけど。なんか、ゴライアス鼻むぐりみたいな。そんな見た目してるんだけど。もう、じゃあ、こっち、これ、こっちじゃねえじゃねえかよ。なんだね、この場所マジで。いやー、ちょっと、ああ
これめちゃくちゃ懐かしいんだけど、これ3対1のやつよ。いや、これ、うわ、お前ら行くんだ。俺は行くつもりないけど。いや、お前ら大丈夫か、こんな。俺たち、行っとけの仲間だからな、今のところ。お前ら、あ、夏。ちょ、いくら。俺、ここで妨害するんだよ。あいつ何言ってんだよ、お前、我先に。ふざけて、マジで。妨害しろ、ボケ、お前。人任せじゃねえかよ。そう。よく帰ってきた。じゃあ、お前そこは任した。俺はここやるから。いや、やれってお前。なんで俺のとこ来んの？来なくていいから。さあ、来いよ。見極めてみろ、タイミング。おお前今、あ、おったな、お前。お前、わかった。ちょっと、これ難しいんだけど。俺たち今からもう敵同士だから。ちょっと待って。マリオ止めろ。これ止めなきゃ。負ける。こいつに勝利を譲ってもいいのか。こいつめちゃくちゃザマーじゃん。